皆さんこんにちは、提督です。霊夢です。マリサです。フランだよ。さてさて今回は、ウィークリーバトルの穴にお任せをやります。みんなは穴を使っているかな？強化されたディーバもいい感じだね。ただ、今回、提督がおすすめするのはラインハルトだ。穴にお任せは、多分あと少ししか残ってないけどな。そんなさまつなことは気にせず、なぜ今、ラインハルトなのか。穴と相性がいいからね。あ、先にネタバレするのやめてくれませんか、霊夢くん。穴といえば、最も強い部分はウルトね。ウルトの相性が、対戦ととてもいいんだな。そうだね。ウルトが溜まっているロードホップやソルジャーに使っても強いんだけど。ラインハルトならウルトの有無に関わらず強いんだ。ちなみに、源氏のウルトと合わせると、とんでもない強さになるわ。遊撃剣は防御は強くならないので、そこが唯一の欠点だったけど、穴のウルトでダメージ半減になるのが、良い感じよね。ところで、試合の方は花村の攻撃側だ。ここもちょっと前までは、難攻不落に思えていたんだけど、今は、攻撃側が勝つのが普通になってきたわね。ディーバの強化前からそういう傾向はあったんだけど、特にディーバ強化後は、タレット系が使いにくくなったこともあるからね。今回は攻略じゃないけど、大まかな戦い方はどんな感じになるの？簡単よ。A 拠点は門のところで打ち合いをしていると、ダメなのよ。とにかく、開幕から突っ込むことが重要だ。ここは新メトラ君が出てくることがよくあるので、時間をかけるほど、防御側が有利になっていってしまう。って、こっち穴が3人もいるじゃないの。さすがに2人までかな。穴でスナイパー始める人がいると、結構まずいことになるわ。あ、そうそう、穴にお任せのルールのこと言い忘れていたわ。そうね、これは新ヒーローの穴と、タンク5種だけが選択可能になっているわ。敵のディーバのウルトが決まったわ。気がつかなかったけど、味方が3人もやられてしまっていたんだ。もう皆さんも体験したと思うけど、ディーバのウルトが猛威を振るっているわね。ウルトが溜まるまでの速度も上がったので、頻繁に来るようにもなったからね。しかも、3、4人が一気に巻き込まれることも少なくなくなったな。今回のルールでラインハルトが有利なのは、ディーバのウルトを簡単に盾で防御できてしまうこともある。あ、そうそう。花村の B 拠点だけど、一つはっきりしているのは、向かって左から攻めるのはアッシュだということよ。理由は簡単で、全員が集合できないからだ。特にラインハルト対戦やザリアがいけないからな。ポイントキャプチャールールは、究極の集団戦なのよ。一人ぐらい陽動で、左から攻めてもいいと思うけど、基本的に、全員でなだれ込むのが攻撃側のコツだよ。特に右側は高台になっているので、取れると有利よね。飛び降りるもよし、階段を降りて裏に回るもよしの重要ポイントよ。あと、ラインハルトやザリアを中心に、普通に正面から行くのもありな手だ。なんだあら、生身のディーバに、穴がウルト使ったぞ。さすがに微妙かな。敵はゴリさんが出てきたわ。ゴリさんは、ダンク対決では一番弱いんだけど、穴に対しては有効なんだよね。どうも味方の集合が良くないわね。2階からディーバが撃っているけど、あれじゃダメージ出ないわ。来ないな。今回のアタックはダメかも。暴れてウルトために切り替えよう。お、穴にウルト使わせたぞ。よし、ここはさっそうと。逃げられない。ラインハルトって、復帰が早いわよね。突進を使うと、かなり時間を短縮できるわ。普段は、ポイントキャプチャーはザリアを出すから、ラインハルトは使わないんだけど、復帰の速さを考えると、ラインハルトも悪くないように思えてきた。とっておきます、リッター。味方ディーバが、まさにダットのごとく逃げ出したわ。ディーバの自爆は、ディフェンスマトリックスでは防げないようね。よし、集団戦祭りに乗ろう。味方ディーバのウルトも発動したわ。おやおや、こっちに入ってこないとエリア取られちゃいますよ。このハンマーブンブン振り回すの、気持ちいいんだよな。今までラインハルト使ったことない人も、ぜひこの機会にブンブンしてほしいものね。ウィークリーバトルは、勝敗が全く記録されないからね。使ったことないヒーローを試すのに、絶好の機会だと思う。敵のディーバ君だね。どの場面だろ。これは、最初の D へのアタックで、提督が大暴れしているところね。この爆破で、味方が3人やられたのよ。とっさに逃げ場を確保するのは難しいな。対戦の盾がないと、なかなか逃げ切れないぜ。それにしても、ディーバってどうなるんだろうね。自分が巻き込まれなくなったので、目の前まで飛んできて爆破とかも増えて、ちょっと強化しすぎたと思うわ。次の試合は、アヌビス寺院の攻撃側で、途中参加だったのよね。ちょっと状況がわからなかったんだけど、B 拠点攻撃中で、残り時間が2分30秒しかないことに気がついた。ロードホップの練習中なので、それで行こうかと思ったんだけど、多分本気で行かないとダメな状況なので、ラインハルトにしたのね。あ、
ブーちゃんが弱いのではなく、提督の使うブーちゃんが弱いだけだよ。それはフラン君、厳しいお言葉。これは随分押し込まれているわね。味方の数が揃うまで、粘った方がいいわ。一旦、味方の位置を確認してっと。同時に行った。ラインハルト2体で、強引に前線を押し上げたわね。このロボットって、体力がなくなってからも少しだけ、自爆を発動できる時間があるのよ。しかし新しいメックは呼ばせないぜ。あ、強化メックにやられちゃった。こうやって見ると、敵はラインハルトがいないようだね。このルール、ラインハルトがとても強いのよ。穴のウルトもらったわ。しかし、見事に外していく、いつもの提督スタイル。でも、ハンマーは当てやすいから、提督向きなのね。エイムのいらないところが、まさに提督ぴったりだわ。それって褒めてるの？しかしなんちゅう暴れっぷり。もはや何を殴っているのかさえわかんないぜ。やっぱ提督って、本性はバカと続く性なんだな。この狭い通路で、ゴリさんウルトと殴り合うとは。ハルト暴れる、敵は死ぬ。当然の秘訣だ。にしてもあんた最近、ほんとタンクばっかりやってるわね。まあ、アタッカーやりたい人は山ほどいるからね。ほんとは二人タンク欲しいんだけど、一人タンクもよくあることだ。なんで二人欲しいんだ？それは思う存分暴れられるからだよ。あ、あんたまさか普段から大暴れしているの？うむ、当然である。このことは、ラインハルト会の時に詳しくやろうか。いつも暴れるわけではなくて、暴れポイントがあるんだけどね。静かなるハルトは、味方が強い時以外はダメなんだよな。道理で、この動画でもしっくり言っているわけね。一つ言っておくと、ラインハルトはウルトが強いよね。そして、普段盾を構えていることを想定して、調整されているので、暴れることにより、溜まるのがすごく早くなるんだ。あ、寝かされた。言い忘れていたわ。ラインハルトのハンマーは一発75ダメージで、炎飛ばしは100ダメージ、突進は当たっただけだと50、捕まえると300ダメージです。穴ウルトで 1.5 倍になると、体力200のヒーローには脅威だな。最後は天の外に押し出しだ。うおー、まだ興奮が収まらん。このバトルのビクトリーポーズって、すごく横に長くなるわ。ディーバやハルトが大きいからね。そして暴れた後は、きちんと寝る。健康だな。今回は途中参加で、最後暴れられるポイントだけ遊べてよかったわね。まあ、途中参加で勝つのはたまにしかないけどね。それも定めよ。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。まったねー。